I'm going on a journey. Venture across incredible vast lands. I sense danger. The quest to regenerate the world isn't an easy task. You've walked right into my trap, fools. Your swordsmanship is unrefined. Techs are powerful abilities that can help you win a battle or avoid death for longer. Unison attacks can be performed once the unison gauge at the bottom of the screen is filled. Fully unleash a powerful team attack and claim victory. Just like the way you saved me. The enemy never gives up, so properly take care of yourself. Use the optimal option to quickly equip your party for battle. No way! From an array of impressive weapons and armor to stat-boosting accessories, utilizing items along the way to tend to your bruises. There! All talk, no action. Craft delicious recipes to help replenish your HP or TP. Though the journey is filled with peril dangers, cross thrust! Lightning cutting! It's teamwork that will make the quest to regenerate the world worth it. Embark on the quest to regenerate the world this February 17th, 2023. ごめんな、コレット。俺、お前の荷物何一つ背負ってやれなかった。お前が背負う巫女という名の重い荷物、救いの塔にたどり着きさえすれば世界は救われるんだって。お前は運命から解放されるんだって。そしたらこれまで通り俺たちは一緒に暮らしていけるんだって、そう思ってた。剣を振るって、全力で走って、倒れたら立ち上がって、そうすれば少しはお前の荷物を背負ってやれるんじゃないかって。ジーニアスもいる、リフィル先生もいる、クラトスだって、みんながいればお前を守れるって思ってた。そうじゃなかった。全部お前一人で背負ってた。でもな、コレット、俺思い出すのは笑ってるお前の顔ばっかりなんだ。お前はいつだって俺に笑いかけてくれた。いつだってお前は優しく笑ってくれた。お前の悲しさを背負ってやれなかった俺にこんなことを言う資格はないのかもしれない。でも言うぜ、コレット。俺はお前の笑顔を取り戻しに行く。私は世界を導く最高機関クルシスに属する者、巫女を監視するために差し向けられた天使だ。しかし、我々の目的を果たすために最も重要なものを代わりに得た。ロイド・アービング、貴様だ。一つだけ聞かせてくれ。お前の世界の、もう一つの世界の名前は？テセアラ。どんな壁だって乗り越えてみせる。世界の果てだって言ってみせる。待ってろ、コレット。必ず元に戻してやる。必ずだ。そしてまた最高の笑顔を見せてくれ。
お前なんて生まれなければよかった。やれやれ。やって。誰に雇われた？って聞くのも野暮か。はあ、あいにく嫌な夢見て気分悪いんだ。遠慮はしない。恨むなよ。あんたで最後か？どういうファッションや。あんた確か。次から次へと運命の歯車は回り始めたってか。さてと、そろそろ真の主役の出番ってところか。
着陸しなくたっていいじゃないか。しかも僕だけ噴水の中なんてね。おかしいね。こんなはずじゃ。自動操縦のプログラムは確かに。はい、シーナってもしかしたらすんごいドジキャラ。あ、いっロイド。ロイド、ミコを呼んどくれ。瑞穂のシーナが戻った。そう言ってもらえれば通じるはずだ。ミコ様に？あいつは何者だ？ああ、その必要はない。シーナよ、大義であった。その者たちの身柄はマーテル教会が、この私自らが預かる。誰だ？信用できるのか？くそ、テセアラの巫女ってのはどこで油売ってやがる。これは何？何？何？この感じ、確か。今の巫女は防衛本能に基づき敵を殺戮する兵器のようなものだ。これか。敵に反応しているの？武器を収めて！早く！どうなんだ？ずらかるよ！煙幕を張る！その隙に！でも！全員消し炭にされちまう！やるかよ。おい、ロイド、何が起こるかわからないわ。離れなさい。はい。よし、これだ。やめてくれ。これだ。行くぞ。はっ。ゼルス、あいつがテセアラの巫女。いや、事情はシーナから聞きました。私の理解に誤りがあればご指摘ください。国王陛下、
シルバラントとテセアラは次元の壁を隔てて隣り合う世界、そしてマナと呼ばれる目に見えないエネルギーを共有する世界。マナはあらゆる生命の源。シルバラントの血が荒廃の一途をたどっているのはマナが止めどなくテセアラへと流出し続けているがゆえ。マナが尽きた時、私たちの世界は滅亡する。マナの流れを逆転させるキーイベント、それがミコによる世界再生の旅だ。旅を成功させてミコが天使になった時、マナはシルバラントからテセアラへと流れ出ることをやめ、逆にテセアラからシルバラントへと流れ始める。マナを得てあんたたちの世界は蘇る。その代わりテセアラの大地は枯れる。砂時計みたいなもんさ。片方が繁栄すれば片方は衰退する運命なんだ。テセアラを守るためにシルバラントの巫女を暗殺する。でも誰かの命と引き換えに得られる幸せなんて、そんなの私は。シーナよ、何故この者たちを連れてまいった。申し訳ありません。あらゆる秘術をもってことに当たりましたが、力量を及ばずこのシーナ無念にも暗殺に失敗しました。無念にもしかしながら陛下、幸い巫女は未だ完全な天使化を果たしておりません。そこで暗殺に代わる事前の策として、巫女を人間に戻す方法を探るべく。それがそなたの言い分か。はっ、この子が天使として生まれ変わらなければマナの逆転は発生しない。テセアラの繁栄は続く。テセアラにとっても悪い話ではないと思います。何卒ご協力を。王様、力を貸してください。これとは僕たちの大切な仲間。この世界じゃ天使疾患の研究が進んでるんだろう。どんな小さな手がかりでもいいから。黙らぬか、衰退世界の野蛮人ども。陛下、この者たちは必ずやテセアラに災いを招きます。今すぐ断固たる処分を。恐れながらシルバラントの巫女の抹殺はマーテル教会の総意ですぞ。巫女様はどのようにお考えか。そうね、あちらさんは自分とこの世界が滅びても構わないって言ってくれてるんだろ。手土産の一つくらい持たせて返すのが文明人の振る舞いってもんじゃねえの。巫女様、冗談を言っている場合では。そもそもだ、暗殺者を送るなんて話、俺様一つも聞いてねえんだよな。教会の総意、ひょっとして俺様ないがしろにされちゃってたりする？それは。なんてな、俺様政治とかそういうの全然興味ねえし、無駄な手間かけちゃ悪いと気使ってそっちで勝手に話進めといてくれたんだよね。な、いかにもその通りで。よろしい、この世界を旅することを許そう。よっしゃ。ただし、何か問題を起こされても困る。当然監視付きということになろうが、さて誰か適任の者は。はーい、はいはーい。なあ、言っとくけど恩着せるつもりはないんだぜ。全然ない。でもよ、
下手したら教皇の手下かなんかくっつけられてチクチクと地味な嫌がらせされちゃったりする可能性も高かったわけだろ。俺様ずいぶんでっかい菓子作ったって感じしね。何が言いたいんだい。分かってんだろ犯人。なんかあれだな。うん、あれだね。こんなのが本当にミコなのかよ。なんだよ。エクスフィアか。お揃い。テセアラの巫女はエクスフィアをその手に握りしめて生まれるんだ。巫女である証としてな。でどこからどう見ても一般庶民のお前がどうしてそいつを持ってる。だそりゃねえだろ。俺様がどれだけ誠実で信用できる男なのかこいつらに説明してやってくれや。嘘は言えないね。おい釣れねえな。広場に俺様が駆けつけた時のキラキラした目は何だったのよ。ゼロス様、私が頼れるのはあなただけよ。殺すよ。お二人はどういうご関係で。腐れが、あ、テセアラか。ずいぶん遠くまで来ちまったな。ついこの間までイセリアから出たこともなかったのにね。あ、なんか夢みたいだ。あ、いてて。ありがとな。短い間にいろんなことが変わっちまった。正直不安でいっぱいだ。でもお前は俺の親友のまんまずっと隣にいてくれる。心強えよ。マジでさ。ずっと一緒だよ。あ、なあどうなんだコレットは。歴代の巫女の中には体とエクスフィアが融合した状態で生まれちまったのが何人かいたって聞く。そいつらは皆感情を持たず特に美しい光の翼を表したという。名付けて天使疾患。それを直してきたのが採掘士の血統ドワーフ族。そのやり方を受け継ぐ最後の一人がアルテスタ、あんただ。探したよ、本当。
この石、エクスフィアとは微妙に構造が違うように見えるが、現れている症状は天使疾患そのものだ。ってことは、治す方法があるだろう。いかにも。特殊な鉱石でエクスフィアの台座を作り、エネルギーの流れを調節すればよい。要の門という。よかったね、ロイド。ああ、これでやっと。だが、なあ、アルテスタさん、悪いけど早く。ロイド、見て。まさか、あの子も。なんだお前たち、何者だ。最高機関クルシス。その腕、エンジェルス計画に役立てていただきますよ、アルテスタ。わしはかつてクルシスの下で人造エクスフィアの研究についていた。クルシスは人を仮死状態のまま培養し、命を苗床にしてエクスフィアを作っていた。しかし、その成功率は極めて低かった。新しいやり方が試されることになった。幸い、新しいやり方は実を結ばなかった。マナの結合が不完全で長くは持たん。やがて砕け散る。30年後、40年後、あるいは50年後か。せめてそれまでわしはこの子の面倒を。待てよ、どうして要の門を作らないんだ。ライド君、クルシスに囚われたはずのじいさんが、どうしてここにいるのか、少しは疑問に思うぜ。そう、じいさんは要の門を作らないんじゃない。作れないんだよ。その通りだ。クルシスから逃れるには、それしか方法がなかった。教えてくれ。人間には無理だ。俺はドワーフに育てられたんだ。サイトくらいできる。その剣、あ、これは親父が。だろうな。他に何か腕を証明するものは。ロイド、ほら、あのペンダント。クルシスはエクスフィアを量産して何に使うつもりなんだろうね。通信販売でもするんじゃねえの。これさえあれば貧弱な君も明日から持って持ってって。アホミコ、他に心当たりはなくて。学園都市サイバクはないな。ないない。ドワーフの技術は門外不出、そこいらの技じゃねえんで。僕ジーニアス、君は？
プレセア。プレセアって言うんだ。かわいい。いい名前だね。見ろよ、この世界にもあるんだな。この手を潰してしまったらプレセアを救えない。さりとて研究を続ければこれから先もっと多くの人間を犠牲にすることになる。すまん、お前にも迷惑をかけてしまった。そういう時ってん？そういう時ってどうすればいいんだろうな。どっちか一つなんか選べない。どっちを選んでも誰かが不幸になる。でも選ばなくちゃいけない。お前さんは何を選んで何を切り捨てたのだ。何も切り捨てないってのは答えにならないのかな。どっちを選んでも誰かが不幸になる。だったら誰も不幸にならない道を探す。探して見つからなかったら自分で道を作る。なあ、それってもしかしたらすっげえいい答えだったりしねえか。質問の答えになっていないな。なんでだよ。いや、俺バカだから多分答えにはなってないのかもしれないけど、でもほらな。強いのだな。強くなりたいって思ってる。約束したんだ、一緒に帰るって。見せてみろ。半人前以下、いや4分の1人前の出来だ。親父にもそう言われた。だが思いのこもったいい仕事だ。あの空飛ぶ機械を使えばトイズバレー鉱山まで6時間もかかるまい。アルテスタさん、鉱石がなくては要の門は作れん。作り方を教えたとしてもお前が作れるという保証はどこにも。ありがとうアルテスタさん、ありがとう。こりゃ離せ、離さんか。腰が。悪いなゼロス。気にすんな、むしろ留守番大歓迎。プレセアをお願いね。おかしな真似するんじゃないよ。しないしない、信用ないよね俺様。プレセアと二人きり。待てこいつ。どうしたんだよジーニアス。すぐ戻るからね。気をつけて。いってらっしゃいと。おーい。
これだ。よし。教えた通り、あまり傷をつけるんじゃないぞ。ああ、分かってるって。どうしたの、コレット。敵かい？いいえ、今までとは反応が違うわ。これは…何？何かが近づいてきてる。セット命じたはずだが、いかなお前でも本気で退治するには至らなかったか。お前がロイドか。一人名前を尋ねるときはまず自分から名乗れ。犬の名前を尋ねるときわざわざ名乗る者はいまい。なんだと。哀れな人間のために教えよう。クルシスを滑るものだ。連絡大儀であった。ユグドラシル様もお喜びだ。今頃は巫女の体を手に入れてマーテル様復活の悲願を。そんなことはどうだっていい。そっちの約束は守った。こっちの約束は大丈夫だろうな。巫女という運命からの解放。